本日2組目のゲストをご紹介させていただきます。はい、名古屋発信のアーティスト、電波プリンセス、神楽くるる姫であります。おー、いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。もう一応お出ししてる人もいらっしゃいませー。改めまして、ダッキー。はい、どうもでーす。あ、で、はい、ご案内いたしますのが、私、はい、ブラウンとカノです。はい、遅れてすみませんね。遅れてすみません。皆さん、それでは、はい、いらっしゃいませ。本当、はい、本当に本当、神楽くるると申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、神楽さんにラバー舞台で、まあ舞台じゃないけど、まあ、ライブなんかあったりするんですけどね。そう、ライブがあったり、はい、紹介していただこうと。ちょっと先にちょっとそのライブのこととかね、はい、そうですね、ちょっとお知らせしておきようと思います。はい、こちらです。見えるかな、カメラ、カモン、来いよ来いよってズズ、あ、出た、ズズズズ。8月8日、オースオイスオイスで、はい、スターライト、よいしょ、スタートライン。筋肉ないな。ごめんなさい。プルプルしてる。はい、プルプルしてます。おじいちゃんなんで。はい、オースオイスにて、スターライトスタートライン、ライブを、はい、やりますので。はい、やります。初めてのソロライブ、ワンマンライブです。おー、初めてのソロライブ。はい、すごいですね。活動2年目なんですけれども、はい、その集大成ということで、この日は8月8日に初めてのライブをやります。会場1時、開演2時の、チケット料金前売り2000円、当日2500円の、ちょっとお休みのライブなので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。はい、ぜひぜひ、はい、おー、どしどしみたいな、どしどしどしぎゅうぎゅうに詰め込むぐらいにして、ライブ会場は多分どしどしします、はい。何やってるんですか、ブラウンさん。何聞いてるんですか、ブラウンさん。聞かせなさい、私。今ですね、はい、聞いてください。お、これ、フルルさんの、あー、ごめん、うわー、エロい、違う違う違う、エロくないエロくない。ですね、今流れてるのがですね、あ、めっちゃラブリー、フルルさんの、はい、2月に出された、はい、シングル。あ、恥ずかしい、僕の曲流れてるの。はい、流れてます、今。はい、あ、これですね。こちらですね、まあ、ちょっと見えづらいかと思いますが、はい、チョコレートフォリックガールという2月14日バレンタインに発売した CD です。私のファーストシングルになります。おお、かわいい。はい、チョコレートにまつわる、はい、曲が3曲入っています。とっても賑やかな曲ですよね。はい、2曲は電波ソングで、はい、あの電波好きなので、私があの1曲目を私が作詞作曲したチョコレートフォリックガールという曲が入っています。はい、そして、2曲目も電波で、3曲目だけ雰囲気が変わって、はい、アコースティックな感じのしっとりした曲になります。なるほど、これも皆さん必見ですね。くるる姫のどこで買えるこちらですね、大須のペーパームーンさんですとか、はい、あと名古屋駅のレバークのすぐそばに中京テレビショップとかありますよね。アイドルショップ、あります、あそことかになんかこう SKE さんの隣とかに置かせてもらって。おー、すごいすごいすごい。 T シャツと CD が、1枚1200円でこれ CD 売ってます。ぜひぜひ皆さん、皆さんよかったら、はい、買って応援してください。ぜひぜひ、何枚も、はいはいはい、1枚と言わず握手券とかついてないですけど残念残念残念、はい。これが2月リリースの CD で、はい、最近の活動っていうのはどういったことをされてるんですか。最近はですね、実はレコーディングを今やっておりまして、新曲、はい、新曲、新 CD をやってます。ですね、今日は持ってきてないんですけど、あ、残念だな、うん、毎年夏コミ、冬コミとかで出している、うん、マクロスをイメージしたオリジナルコンピレーション CD を出してまして、私いつもあのランカリー、マクロスフロンティアのランカリーちゃん役の声をイメージした曲を、歌わせていただいてるんです。本当に、じゃあこうキラって、あ、気持ち悪いな、キラッごめんなさい、みんなでキラッみたいな、せーの、キラッとしたような感じの曲を歌ってます。ですね、なんか、はい、こっち側だけちょっと省きたかったですね、今ね。なんか、おめぐるし、おめ汚しをすみませんみたいな。おめ汚しってえ、おめぐるしとおめ汚しが回ってますが。ゲストに突っ込まれてどうするごめんなさい。あの、僕突っ込むって相当ですよ。まあ、そんな PFTV ですが。はい。なるほど。はい、ランカリーをイメージした CD。はい。
です。あのオリジナルソングで全て入ってるんですけど、あの私だけじゃなくて、私と一緒にやってるサークル、オルカミュージックというサークルをやってるんですけど、はい、それのシェリルとかランカとか、マクロス、フロンティアだけじゃなくてセブンプラス、本当に初代とかをイメージしたオマージュした CD が、はい、じゃあファイヤーな歌も入ってますね。はい、ファイヤーな歌も入ってますし、熱気バサラ大好きですよ、はい、愛を覚えていますか的な感じの、いいですね、あれは不朽の名曲ですね。はい、うん、そうです、そうです。あ、ちょっとブラウンしみじみしてしまった。そっちの曲は、はい、虎の穴さんとか、はい、あの同人ショップの方で、はい、取り扱っていただいてるので、気になる方はマクロス、SDF0102 というシリーズで出してるので、オルカミュージックでググってみてください。ちょっと気になりますね。はい、皆さんよかったらぜひ聞いてください。聞いてください。ランカリー大好きでしょ。大好きでしょ。誰に勝ったんですか。ブラウンが何度でもキラやりますよ。キラ、はい、キラ。キラ。ごめんなさい。もういいよ。もう申し訳ない。もうちょっと画面から出ていい。そんなこと言わないでくださいよ。じゃあ女の子投稿しますね。女の子投稿。何がお好きですか。私ですか。はい、甘いものを作ること、食べること、ものづくり、歌うこと、それから可愛いお洋服を着ること、本を読むこと、それから声優さんが大好きです。声優さん、誰が好きですか。ちょっと出てこないで。ごめんなさい。あのですね、はい、ですね、はい、このツインテールのこのピンクの衣装でもなんかわかるかもしれないですけど、これはゆかりさんが、あ、私も好きです。大好きなんですよ。大好きなんですよ。もう福岡まで追っかけちゃうぐらいなんか気持ちの悪いお宅なんですけど、もう自分なんか気持ち悪いと思うぐらい、なんか DVD を一緒に見ながら、なんかこうゆかりんと一緒にこう踊ってみたりとかする、ちょっとなんか、ちょっとなんか痛い子ですが、はい、ゆかりん大好きです。ゆかりん可愛らしいですよね。そんな痛々しい顔してどうしたの。ブラウンも CD 持ってますよ。あ、本当、僕たち女の子、ゴーゴー。違います。違います。恋せよ女の子です。僕たち女の子って何だろう。ちなみに男の人が僕たち女の子ってなんか、なんか違います。なんかちょっと違う。僕っ子なんだよ。僕っ子はほら需要がありますよね。あ、需要ありますかね。ありますあります、ね、ついポロッと出てしまいますね、あのこう普通の人の前で僕っ子って僕って言うと、はい、いけないじゃないですか。なんか、まあ、オタクバレみたいな、まあ、ちょっとね華やかな方だなと思われるでしょう。見バレしてしまうような、はいはいはい、もうなんか見た目からバレバレなんですけど、まあ、それはまあまあ言わずもな、そこだけは気をつけていようと思ってもついポロッと僕って言う。まあ、でもあのオタクだって前面に出して、はい、出して恥ずかしくないみたいな。そうですよね、オタク用人生。そう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 。でもまさに今ここでも、はい、もうクルルさんの公式の名称交渉が姫ですからね。そうです、クルル姫です。姫です。そう、ここ大事ですね。クルル姫です。すいません、めっちゃ可愛いラフリーみたいな。私もカノノみたいな。カノノ、カノノ、カノノ、カノノで行こうと思います。カノノで行くの、うん、読みづらい。カノノ、カノノ、カノノみたいな。カノノノノノカノノノで、カノノ、そこのカノノコーヒー取ってみたいな。カノノノノノノ、もういい、もう滑舌悪いんだからさ、もうやめて。いじめるのはよしてください。僕も滑舌悪いです。もうすごい、かなり悪いです。電波ソングとか歌ってるけど噛みまくりです。あらー。あの、そのまま計算の上で噛んでるんですよね。あ、そう、当然でしょ。当然でしょ。いや、大丈夫です。あの、大丈夫です。クルル姫のことは、まあ、大体ちょっと調査してありましてですね、あの、はい、リアルドジッコっていうのはもう割れてるんですよ。あー、やめてね。情報としてはですね、私たちは頑張って突っ込まないといけないですね。じゃあ、そうですね、そうです。僕もでもなんで突っ込まれてるんですか、さっきそういえば。いやいや、でも僕から突っ込みましたよね。あ、本当に。なんか声優の U の字が書けないから。あ、下、そこ心ですよみたいな。そう、ちょっとマジか。待って、打ち合わせのそんな裏話は別にどうでもいいんですから。だな、もうきっとって見てる人が今、はい、みんな呆れてます。呆れてます。ブラウンアチャーみたいな、オアタみたいな感じで。ブラウンもドジッコ、あ、じゃあドジッコ属性で、あの今後ともよろしくお願いいたします。うん、いまいちなの。やめて、やめて。セクハラです。なんか怪しい視線を感じる。ちょっと手握ろうとしただけで。ちょっと手握ろうとしただけって。この今どきっこめ。まあ、はい、まあ、こんなね、そんな感じで、楽しい神楽クルル姫ですが、はい、もう一度ライブなどの告知を、ね、確認させていただこうと思います。はい、来月8日、あーっと、カメラさん、カメラさん、カメラさん、魔法かければ来てくれる。来い。見えない、反射して見えない。あ、そうだ。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、まずカメラさんが来る前にブログとかを紹介していただき、ね、たいなと。はい、私ですね、神楽くるる神様に楽しい、ひらがなにくるるで神楽くるると読みます。はい、公式サイト http://神楽くるる .fc2.com、 はい、これこれこれ
メーカーポジって見てください。すごい、これ上になんか出てる。はい、出てますよ。はい、これです、はい、これです。これ公式サイトあるので、はい、ここでライブ情報とか、あとなんかいろいろ撮影会とか。いいですね。あとなんかいろいろやってます。盛りだくさんの内容ってことですね。はい、撮影会とかいろいろやってます。はい